さあ、それでは第2節、環境に組み込まれた組織の方に入っていきたいと思います。で、今度は環境の中の組織ですから、先ほどやった通りその外側ですね、外部環境というふうに戦略論では言ったと思いますけど、まあ、具体的には主に利害関係者の方々との関係を見ていくということになるわけです。で、まず押さえておいていただきたいのが、この1番の組織の戦略的選択のところで、第2段落のところにチャンドラーという学者の名前が出てきます。もう50年以上の前の、言ってみれば経営学の世界では古典中の古典になるわけですけどね。彼はいくつかの、功績業績で有名なんです。一つはこの組織構造は戦略に従うという、この命題、この言葉を残したということです。で、これはね、私、日本の企業にとっては非常に戒めになるんじゃないかなと思います。組織構造と戦略、どちらが先ですかって考えた時に、普通に考えればこういう戦略を取りたいんだ、その戦略にぴったり合った組織は、例えばうちの場合にはチャンネル別事業部だ、いやいや地域別の事業部だ、こういうふうな議論になるわけじゃないですか。この戦略を実現するために必要な組織を二次的に選ぶというのが本来の姿ですよね。ところがどうでしょうか、日本の会社の場合、ある方が部長から役員に上がるポストがないんで、じゃあ新しく事業部長というポストを作るので、彼のために一つ事業部を立ち上げるなんていうことを日本の企業は結構やりますよね。で、これは組織と組織構造と戦略、どちらが上にあるかというと、組織構造の方が上位概念なわけですよ。その組織構造を作らざるを得なくなっちゃったので、それに見合った戦略を後から後付けてくっつける、これはやっぱりおかしいんじゃないんでしょうか、というふうに申し上げたいわけですね。ここであまり道徳的な話をしてもしょうがありませんけれども、チャンドラの言葉というのは頭の中に置いといていただきたいと思います。今の私の話を聞いていただければ、チャンドラはどちらを上位概念と言ったのか、戦略の方が上位概念ですからね、これはすぐに頭の中に入ると思います。もう一つ、彼はその戦略という言葉を本来軍事用語だったんだけれど、これを経営学の世界に持ち込んだということで有名です。確かに日本のビジネスマンの中には、戦略って言葉を使うのを嫌がる方もいらっしゃいますよね。これも気持ちはわかります。本来はこれは軍事的な用語ではないかということで嫌がる方もいるわけです。これは置いといても、この言葉のおかげでストラテジックという言葉が実際にこの経営学の中でも使われるようになった、これもちょっと覚えておいていただきたいと思います。ではね、ここでの括弧1番、取引コストアプローチ、実際に会社の外側と、それから会社組織との関係の部分なわけですけれども、ここについて見ていきましょう。で、取引コストというのは一体何であるかということなんですけど、これは取引コストとはというところをちょっと見てみてください。正当な取引契約を結ぶために必要なコストと、その契約を正しく履行させるために必要なコストの和であると。これその一つ上の段落を見ていただきますとね、この問題ってのはどういうことか、このアプローチ、コストアプローチの問題っていうのはどういうことかっていうと、要するにこういうことなんですね。内部か内製か、会社の中でやるか、それとも外注で頼むか、どっちにしようかな迷った時に、取引コストについては幅広く考えてくださいということです。ついつい私たちはコストっていうと、製造原価でしょ、設備投資でしょ、目に見えるところだけが気になっちゃうところがあると思うんですけど、実際に取引コストっていうのは、今見ていただいた通り、契約締結までにも結構コストがかかるわけです。実際に物を作るのにどれぐらいのお金がかかるのか、それをきちんと作ってくれる会社っていうのが世の中にどれぐらいあるのか、ちなみにうちの会社で作ったらどうなるのか、こういったことを情報を探索するコストもかかります。じゃあ実際に交渉する相手が出てきた、うちよりも安く作ってくれる外注さんがいるみたいだぞ、じゃあそこを調べに行こうか、交渉しに行こうか、この交渉コストもかかる。営業マンの方が出てくるわけですから、実際にこれはお金がかかりますよね。じゃあ今度は契約さえ結んじゃえば、あとは相手は自動的に作って納品してくれるのかというと、これはもちろんそうではないですよね。履行コスト、相手にそれをきちんと履行させるためには監視しなければいけないでしょう。これは実際に上がってきた商品、納品された商品を検品する、こういうことが多分ここの中に入ってくるでしょう。もしきちんと作られないようだったりすれば、是正を要求するコスト、出向いていて交渉しなきゃいけないですから、これと同じようなコストがかかりますし、あるいは実際にまともなものが作られなかった、納期遅れになっちゃった、今度はうちがお客さんに対してそれを保証しなきゃいけないとなると、保険費用がかかったりするわけですよね。これらのコストを全部見た上で、内部化がいいか、それとも外注がいいかを選びましょうということです。
実際に取引コストアプローチには次の2つの命題を前提していると、まあ、ちょっと概念的なことが書かれてますけど、まず経済活動は全て取引として考えることができると。で、2番目、取引を調整する組織形態、市場化、階層化は取引コストに依存する。これで組織の形も変わっていきますよという話ですね。これは先ほどの組織構造は戦略に従うに近い概念だと考えていただければと思います。さあ、それではですね、今度は実際環境の不確実性というところを実際に図がありますので、それを見ながら今度はちょっと解説をさせていただきたいと思います。ここのところ板書がまだの方は写しておいてください。さあ、それでは括弧2番の環境の不確実性のところを見てみたいと思います。で、不確実性というのは要するに今後どうなるかがよくわからないという状態、不透明な状態のことを示すわけです。で、組織が有効性、先ほどやりましたね、矢印でね、有効性を達成するための最も基本的な課題である。組織がさまざまな特性を持つのは不確実性に対処していくためである。一人だと非常に心配ですよね。来年どうなるか、5年後どうなるかわからないから、たくさんの人間が一緒に住んで組織を作って、まあ、私たちは国家という組織を作ってるわけですけど、これで不確実性に対応しようとしているわけじゃないですか。つまり組織っていうのは不確実性に対する手段、武器と考えていただいていいわけですよ。で、この段階でどんな状態っていうのが一番不確実なのかなというのが気になるわけですが、ちょっとこちらの図を見ていただきますとね、テキストのにある通り、不確実性っていうのはその複雑性、環境がどれほど複雑か、これは例えば実際に自分たちの業界について考えるときに、円高円安というのも影響を受けやすいし、顧客のニーズも絡んでくるし、取引先との関係も法改正、それから業界の規制、いろんなものが絡んでうちの環境っていうのは出来上がってるんだ、非常にオタクの業界って複雑ですねってことになると思うんですよ。複雑だと先読みはしにくくなりますよね。2番目が複雑かどうかではなく、変化が激しいか変化が乏しいかというところで見ることもできるわけです。当然変化が激しければ不確実性は増すという形になりますから、この2つのデータの関数だと、F はファンクション、いわゆる関数記号です。昔懐かしい中学校でやりました関数ですけど、3x プラス2、y イコール3x プラス2であれば、これは y は x と z の関数ですよというふうに表せると思いますが、それに近いことをここでやってみました。まあ、この場合にはこんな単純な関数で表すことはできないと思いますから、数式にするのは難しいですけど、少なくともこの2つの影響を受けて不確実性が決まるということは皆さんもなんとなく承知いただけるんじゃないかと思います。では縦軸に変化性、横軸に複雑性を取ったときに、非常に環境が複雑で非常に環境が変化が不安定な業界、ここっていうのは多分不確実性が非常に大きいと思うんですよね。どうですか？すごく予想するのは難しいと思います。つまり不確実性が最も高い第1位はここになるというのはお分かりいただけるんじゃないかと思います。では一番ビリはどこか、最も不確実性が小さいのはどこかというのも考えていただきたいと思うんですけど、今度は複雑性が単純、非常にシンプルな、単純、うちの業界というのは比較的シンプルなんですよ、そして安定している、そんなに顧客のニーズとか変化しないんですよ、これは未来予想しやすい、つまり複雑性の第4位はここになるわけですよ。だとすると残りはどうなるだろうかということになるわけですけど、これどうですか、どちらが2番目でどちらが3番目っていうのは非常に判断が難しいところだと思います。で、こう考えてみましょうか。覚え方として、例えばね、難関の大学、例えば東京大学の入試なんかをちょっと考えてイメージしていただければと思うんですけど、どうでしょうか、うちの大学の問題っていうのは非常に複雑回帰な難問なんだけれども、変化は少ないと。過去問を研究しとければ十分に時間をかければなんとかなるんじゃないかっていうのは、不確実性は小さくなる気がします。大変ですよ、でももう過去問の通りにやればなんとか解けそうだっていうのを考えると、ここは比較的複雑性は小さいんじゃないかと思います。でも
複雑性はあんまりない、単純な問題が出るんだけど、何せ変化で考えると不安定だと。だ去年の傾向、一昨年の傾向なんてのは全然役に立たないとなると、まあどうですか、不安ですよね。結果的には出た問題はそんなに難しくないかもしれませんけど、当日までその人がちゃんと対応できるのか、その受講生さんが合格できるのか、受験生さんが合格できるのかどうかっていうのは判断が難しいって形になります。なのでここはやっぱりドキドキ、ブレる可能性があるので、不確実性はある程度大きいということになります。今回では不確実性が大きい方が順位は小さい形なので、そうすると2がこっち、3がこっち、何度も言います、高い順に考えていただくと1、2、3、4位になるのではないかなと思いますが、どうですか。見ていただきますと、こちらの右上の方が中から低から中になってますね。で左下の方、こちらが高から中になってますけども、こんな風に考えていただくとこの図は頭の中に入ると思います。ここはね、難しいところなんですけども、今の大学の入試に考えていただくとイメージが湧くと思います。ではこの後ですね、不確実性の組織の対応のところも見ておきたいと思うので、板書がまだ写し終わってない方はここで写しておいていただきたいと思います。さあ、それでは今度は括弧3番の不確実性への組織の対応のところを見ていきたいと思います。先ほどね、実際に組織の不確実性ってのはこんなものだよっていうのは見ていただいたと思うんですが、それに対して組織はどう対応していくのか、これをですね、組織のコンティンジェンシー理論というふうに呼んでいます。コンティンジェンシーっていうのは状況に対して適合していこうっていう考え方なので、要するに組織のある状態っていうのは環境によってどんどん変わっていくと。こういう組織で行こうってなったらどんな環境にも対応する、これはできませんよっていう考え方なわけですね。で古典的には3つの研究が有名で、ここに出ているウッドワードのサウスエッセックス研究、それからバーンズとストーカーの理論と、それからローレンス&ローシュのモデルという3つの古典的なモデルはちょっと皆さんに押さえておいていただきたいと思います。では順番にちょっと見ていきましょうか。こちらですね、まずジョアン・ウッドワード、名前からも分かる通り彼女は女性なんですよね。イギリスの女性の先生です。で1970年代、60年代に活躍された先生と記憶していますけど、彼女の研究はサウスエッセックス研究と呼ばれています。で歴史的に彼女が評価されるのは実はこれなんですね。その組織論の世界で実証的研究を行った先駆者というふうに言われていて、テキストにも出てたと思うんですけど、100社ぐらいの製造業実際に当たって今回はこの理論を生み出したわけですね。で彼女の研究成果というのは一言で言うと、技術によって組織構造というのは変わっていきますよと、その会社の組織の持っている技術によって組織の構造は変わっていきますよということを見つけました。どう変わるのか、大量生産に必要な技術が中心の会社は機械的な組織になっていきます。まあ多分ベルトコンベヤーがあって、で定型的な仕事をしていくって、そんな組織なんでしょうね。一方の個別生産をやってる会社っていうのは非常に有機的な、そういう組織になっていくと、違いが出てきますよということを見つけたのが彼女の研究成果ということになるわけです。ではバーンズとストーカーはどうなっているのかというと、彼らが着目したのは外部環境な、まさに先ほどお話しさせていただいた外部環境なんですよ。で外部環境が安定的であると、今度は会社のシステムっていうのは機械的管理システムになっていきますよ、いわゆる官僚的な組織。ここで公式化という言葉がテキストに出てると思うんですけど、要するに例えばルールだとか規則だとかっていうのはどんどん文章で細かく決まっていくと。でこれは安定的だから、一度ルール化するとずっと使えるわけですから、ルールや規則を作るコストが相対的に小さいわけですよね。だから何でも決まっていくっていうのがこちらの組織です。でも皆さんのお勤めの会社の方にも、ベンチャー企業にお勤めの方や、あるいは機動的な組織にお勤めの方いらっしゃると思うんですけど、その場合には不安定な環境に対応するためには、そんな手続きやとかルールだとかっていうのが一義的に決まってるってことはありえませんよね。どんどん変わっていく。こういうのは有機的な管理システム、つまり公式化の度合いが低くなると覚えておいていただければ良いと思います。最後がこちらのローレンスとローシュの研究なんですけど、彼らは何に注目したのかというと、分化と統合に注目をしています。分化というのは組織がどう細かく分化していくかということであり、統合というのは分化した後でも一体感がありますかないですかということが統合なわけですよ。でもともと企業というのはあまり分化していないで、一塊非常に統合されているはずです。例えばこの会社は商品企画部と営業部しかない会社ですけど、この段階だったらば組織は2つしかないわけですから、多分
部門間調整、そんなにすごいコストはかからないと思います。商品企画と営業は緻密に多分情報交換できていると思うんですよね。ところが次第に時間が経って、まあ、組織、これ書いてありますね、環境の不確実性は組織内部の部門間における文化と統合の程度に影響を与えるって書いてありますけど、例えば顧客のニーズに変化が起こったり、地域によってそうですね、召喚集が違うなんていう場合を考えてみましょうか。例えば3年5年と経つうちに環境が不安定になって、今まではお客さんってみんな欲しいものが一緒だったんだけど、男性と女性、若い人と年配の方ではどうも欲しい商品やサービスに違いがあるってことが分かってきたとすると、商品企画部は男性用、女性用、あるいは若い人用、ご年配の方用、あっという間に商品企画部が4つの小さな部に分化していくって形になるわけですよね。営業部の方はどうかっていうと、実は東京と中部圏と、それから東京ではですね、東京と中部圏と大阪ではどうも召喚集が違うと、各々に対応した営業をやらなきゃいけないんじゃないか、じゃあ営業部も東京と名古屋と関西とかで分けましょうかってなると、これも組織の分化が進んでいくということになります。そうするとこれは組織内で分化が進みますと調整コストが大きくなってしまうので、組織としての一体性が失われてしまう可能性があるわけですよ。ところがローレンスとローシュの研究というのは、こういうふうに細かく分かれても、例えばカリスマ経営者がいたりだとか、例えば何らかの事情があれば、このままでもかなり分化してても統合もきちんとできている状態の会社はある、そういう会社というのは実は業績が高いというふうに研究しているわけですね。では実際にこれだけ分化が進んで非常にその部門間の連携が取りにくくなった企業が一体どんなふうに部門を統合しているのか、それを今度は見てみたいと思います。さあ、それでは今度は括弧4番、分化した部門を統合する方法のところを見ていきたいと思います。先ほどですね、非常に分化が進みますと組織としての一体感、統合が難しいという話が出てきましたので、そのための具体論の話になるわけです。で、ここはやや一般論かなと思いますけどね、3つの方法が出ていますので一応押さえておきましょう。まず1番、公式の統合担当者の設置ということで、リエゾン担当者とかコーディネーターとかっていった人たちを設けましょう。事実上複数部門の兼務役員のようなことを考えていただければいいわけで、 A という部門、そして B という部門、これをですね、両方見る、一人の役員が見るっていう形になればうまくいくでしょっていう考え方がここですね。実際の企業でもよく行われている方法だと思います。で、2番目が公式組織の調整能力の向上となってるんですけど、ここはマトリックス組織、プロジェクトチーム、タスクフォースといった、そういった言葉が並んでいます。つまり公式的にはこういう組織になってるんですけど、横串でプロジェクトを働かせよう、こういったことは皆さんの会社でもおやりになってるんじゃないかと思います。研究部門から1名、製造部門から1名、で営業部門から1名で横串のチームを作っていくと。こういうような形にすれば文化が統合に進んでいくであろうということですよね。3番目がスラック資源の活用というのが出てますけど、これは言ってみれば緩衝材、バッファーのようなものを持ちましょうという考え方です。テキストの事例に出てるのは営業部門、それから実際に製造部門、ここに圧力が生じてしまっている場合に在庫をきちんと用意しておけばいいんじゃないかということが出ていますね。これは営業マンの方が物を売ろうと思った時に物がない、つまり非常に筋肉質なリーンな経営をやっている会社の場合には在庫を持たないっていう会社結構多いですよね。そうすると営業マンの方がせっかく物が売れそうな時に、なんだ物がないじゃないかと、在庫がないじゃないか、要するに売ることができなくなってしまうという機械ロスが発生すると、すごく製造部門に対してクレームを言うなんていう場合は想定できると思います。そのために、そうならないために最低限度の在庫は置いておきましょうということではないかと思います。こちらの部門とこちらの部門が忙しい時に、例えば一人人を増やすことによって、パートさん、アルバイトさんが入ることによって、彼らが手が空いている時に仕事をするって形になると、これも2つの部門がうまくいく、これもですね、人的な、言ってみればスラックと考えていただくことができると思います。当然無駄になる可能性もありますから、多すぎては良くないということも覚えておいていただきたいと思います。ではここまででよろしいでしょうかね。この後は組織の環境戦略の方を見ていきたいと思いますので、板書がまだの方は写しておいていただきたいと思います。
さあ、それでは次の単元に入っていきましょう。今度は組織の環境戦略のところですね。でまずここは資源依存と組織間関係のところから見ていきたいと思いますが、いくつかの組織がとにかく関係性を持つというのはどういうことかというと、これは必ず資源依存なんですね。資源依存というのは自分のところで持ってないものを他のところで補っていこうという考え方ですから、まず社内の場合で考えてみましょうか。営業部門と製造部門があります。なぜここは資源依存し合うのか、当たり前の話ですけど、製造部門の方はこれは作れるけど売ることができない、で営業の方は売ることはできるけど自分たちで作ることができない、だからお互いに依存するという関係です。これは社外の場合でも全く一緒でして、部品製造のこれが下請けさんになりますかね。で完成品メーカー、こちらの方が元請けなのでしょう。さらに専門の商社さんに売ってもらってるなんていう場合、おのおのがこれはやっぱり資源依存しているという形になりますよね。でこの教科書の最後のところの段落ですけれども、あるいはというところから先見てみてください。非対照的なパワー行使の関係に影響されるってちょっと難しい言葉が出てくるんですけど、非対称パワーどういうことなのかっていうと、両者の間に力関係には差があるでしょ、対等ではないでしょっていう意味合いですよね。例えばこの場合考えていただくと、最近の会社どういうのは営業が発言力が強くて製造の方がそれに追随する、じゃあこちらの方が強くてこちらの方が弱いなんていう場合が考えられるでしょう。こちらの場合どうですか。完成品を作っているメーカーが一番強いという業界も多いと思いますけど、最近はさらに販売業を作っているというメーカーが強いということになるかもしれませんよね。場合によってはここで作っている部品がものすごいノウハウなものだったりすると、実はここが一番力が強いなんていう場合も出てくるので、一概にどこが強いということはできませんね。さあ、それじゃあこの組織間関係にどんな種類があるのかというところも合わせて見ておきたいと思います。テキストでは丸1、丸2、丸3、丸4と4つ出ているのですが、まず最初の組織のアライアンス、これは2つの会社がとにかくコンビを組めば全部アライアンスになりますから、特に必要説明の必要はないかなと思いますし、丸3番の下請け関係についても今元請け下請けって言い方をしましたけど、これもどうですか、普通によく使われている言葉なのでさほど解説の必要はないと思います。質問が多いのはやっぱりコンソーシアムとジョイントベンチャーってどう違うんですか、日本のビジネスマンの中でこれ正確に理解して使い分けてる方って案外少ないんじゃないかな。もちろんこれらは法律用語でなんか定義が決まってるわけじゃないですから、どういう言葉で使っても問題ないと思います。ですからある程度イメージを持って違いをご理解いただければいいと思うんですけれども、こちらにちょっと板書してみましたのでご覧ください。コンソーシアムの方は一般的には訳は共同企業体というふうに訳されます。ジョイントベンチャーの方は JV って言われたり、あとは合弁とか合弁会社って言われることが多いですよね。図にするとほとんど形は一緒です。いくつかの会社がお金をはじめとする技術だとかいろいろな資源をお互いに出し合って設備出すとかって、一応みんな持ち寄るわけですよね。でこの共同企業体を作るわけですけど、ここでね点線で法人へって書いてみたんですけど、そうなんですよ。このねコンソーシアムっていうのは必ずしも法人格を作って企業としてバリバリやっていくってイメージはあんまりないです。だからここにバッテンをしておきたいと思います。法人へというケースは少ないと考えてみてください。だから例えばですね、そうですね、大学なんかがお互いに組んでやるのはコンソーシアムが多くて、ある時期が終わったらばそのまま解散して元に戻ってしまう。これらの資源を元の持ち主のところに帰っていくっていうイメージがあるわけですね。次元的と考えていただいてもいいかもしれません。特徴としてはいわゆる教会に近い、教会はもちろん別なんですよ、近いような概念であるということと、今お話した通りここ非営利のものが非常に多いかなという印象を持ちますね。一方のジョイントベンチャーの方はご覧いただくと分かりますけども、出来上がったものは山っ気たっぷりですから、できるだけこれは法人にしていきたいんだという形になるわけで、ここの矢印を点線ではなく実線にしてみました。じゃあ特徴はっていうと、今お話した通りこれ法人化が目的であり、かつこちらの方はどうでしょうか、営利が前提となっている場合がありますので、こちらの方はできればゴーイングコンサーンずっと続いてほしいな、こんなイメージを持っていただければ良いと思います。形はよく似てますけどね。というわけでこの4つの形態のうち、コンソーシアムとジョイントベンチャーについてはある程度区別がつくようにしておいていただきたいと思います。では板書はまだの方はここでねちょっと取っておいていただきたいと思います。さあ、それでは今度括弧3番ですね、組織間関係の調整メカニズムのところに入っていきたいと思います。メカニズムってありますから、これ仕組みの話なんですよね。
本文の1行目に定義が出てますので、そこはちょっと読んでおきましょう。赤く塗ってある部分です。組織間関係の協力の仕組みであるとともに、組織と組織がどうやって協力関係を作り上げていくか、そのメカニズムであるということです。だからそんなに難しく考えないでいただいていいと思います。私が誰かの協力を仰ぐときに、その人にまるっきり依存しちゃうのか、それとも自分自身の自立性を保ちながら対等な関係で協力するのか、そんなところを見ていくということですね。今自立という言葉が出てきたんですけども、まず最初がこちらです。自立化戦略というふうになってますけど、こちらもですね、まず定義のところを見ておきましょう。組織が依存している他組織との関係の必要性をなくすと、つまり自分自身が完全に今度は自立、これは立つという方を考えていただいてもいいと思いますよ。インディペンデントの方ので自分のことを律することができるような仕組みができるのであれば、誰かに依存する必要がなくなるということです。例えば合併して自分のところが欲しかった経営資源をどっかの会社から入手するってことが可能になったとすると、もうお宅との取引いらないです、うちはそういうノウハウを持ってますから、こういうことを言えるようになるわけですよね。じゃあ多角化はどうでしょうか。多角化の場合っていうのは、今まではあるビジネスしかやってなかったので、そのビジネスをするためにはどうしてもお客様との取引が必要だったと、依存してたと。だけど別なビジネス、別なビジネス、別なビジネスが実際に育っていけば、こちらの売り上げが大きくなって、こちらの方がメインになっていくとすれば、こちらはそんなに重要じゃなくなるわけですよ。なので、すいません、お宅との取引しなくてもうちやっていけるようになりましたので、こういうふうに多角化をしていくことによって、これも可能になるということです。これは言ってみれば依存からの脱却のことであるというふうに考えていただければご納得いただけると思います。そして2番目がこちらですね。協調戦略というふうになってます。これも定義のところだけ見ておきましょう。組織間の依存関係を前提としつつ、お互いの自主性を維持すると。あくまでも依存関係についてはこれは継続はするけれども、でもお互い対等にやっていきましょう。だからこれをやるためには交渉とか包摂とかっていう方法があるって書いてあるんですけど、その前にこの協調戦略、具体的にどんなことやるのか、本文の方の 1,2,3,4 行目のところはここライン引いといていただきたいと思います。例えば規範の形成ってなってますけど、これルール作りですよね。それが契約の形になる場合もあるでしょう。こういう契約結びましょう。合弁っていうのは2つの会社が出資して、お互いにこう子供を作るような感じですよね。合弁会社っていうのを作って、お互いに口を出しながらここの会社を経営していく。合弁による共同事業、それから業界団体を形成するとか、あるいは調整機関を設置していくとか、こんな形で互いにパートナーシップ、対等な関係を維持しながら、依存関係は継続するんだけど、でも一部自立していくような、そんなようなイメージですね。で具体的にはもちろんこれ交渉という方法もあるんですけど、包摂というのをちょっとこれ覚えておいていただきたいと思います。これはテキスト見ていただくと一番分かりやすいのは、よく金融機関の支援なんかを受けたいときに、銀行さんなんかの、その銀行の方が自分の会社に役員として送り込まれてくるっていうのがありますよね。その代わり銀行からお金を借りることができると、こういうような形のことを包摂というふうに呼んでいます。取り込むという意味合いですよね。じゃあこれで2番目の協調も OK でしょう。3番目の政治戦略っていうのは一体何かっていうと、こちらは今度は第三者の力を借りることによって、組織間の関係を実際にこう調整していきましょうという考え方です。これも定義読んでおきましょうか。赤くなってますね。組織が他組織との依存を当事者同士で対処することができない時に用いられると。だから自分と相手のところでは解決できないような状態の時には、第三者に頼りましょうっていう、頼みましょうっていうことですね。その第三者って言ったらば、一つ出てくるのは政府とか、あるいは今回は法律の話が出てますね。独禁法の話が出てますけれども、実際に規制の緩和なんかが行われれば、組織間の関係は非常に緩やかないい関係になると、こんなふうに考えるのが政治戦略ということになります。以上3つあるよというところはちょっと押さえておいていただいて、これは令和元年にもね、出題があったところでございますので、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。では板書まだ写し終えてない方は、この時間に写しておいてください。
さあ、それではですね、大きな3番、組織の個体群生態学モデルのところも見ていきたいと思います。ただここ平成20年と18年に1回ずつ出てるだけなので、まあ言ってみればそんなに重視しなくてもいいんじゃないかなと思います。私だったら1回読んで終わりにしちゃうかなと思うところですね。まず括弧1番の自然淘汰モデルっていうのは、まあ生物の時間にあったダーウィンの進化論というのを組織に当てはめてみても説明ができますよっていう考え方ですね。例えば様々な商店街の中から何か、例えばスーパーマーケットみたいなものが出てくる、これが変異じゃないですか。で、今度はスーパーマーケットみたいなものの中でもいろんなところがありますけども、多分さまざまなスーパーが出てくるでしょう。今なんかだったらば実際に宅配をしてくれるスーパーマーケットなんてのが出てきている。今度はそういったところが残っていくだろうって考えていく、これをですね、自然淘汰モデルと呼んでるだけなので、そんなに難しく考えないでいただいて良いと思いますね。括弧2番の組織慣性の方は、今度は物理学で習いました慣性の法則。これは物体というのは止まっているものは止まり続けたがるし、動いているものは等速直線運動しているものはずっと等速直線運動をしたがりますよというのが確か慣性の法則でしたよね。私たちが電車に乗っていて止まっているといきなり動き出すとガッタンっていうとすごく揺れると思うんですけど、これは止まっている人間はずっと止まりたがるんだけど、電車が動き始めるのでこういうふうに後ろに引っ張られているような感覚になってしまう。これが確か慣性の法則のイメージだと思います。そうするとこれを組織論に当てはめる場合っていうのは非常に簡単で、組織は変革に対しては抵抗感を持ちますよということです。ではこのどんなような内的な制約、外的な制約があるのかというのも ① ② で確認しておきましょう。1番の方が今度は内側、組織の内側での制約なんですけど、まず埋没コストの話が出てきましたよね。つまりすでに設備投資をこのビジネスにしちゃってるって場合には、他のビジネスに移ろうと思ってもいやお金かけちゃったからな、心理的にそう思ってしまいますよね。なので変わりにくいということになると思います。情報への制約というのはこういうことです。私たちは普段本業、自分のやっているビジネスについての情報はたくさん入ってきますから、そちらについては詳しくなりますよね。でも新しいビジネス機会についての情報なんていうのは、時々なんかの講演会に行った時に聞いてくるだけでふーんっていう感じだと思うんですよ。人間っていうのは知らないことに対しては興味を持つことはできませんから、本業頑張ってればいいんだってなってしまうのが情報による制約ということになるわけです。C3 番目が組織内の政治的な制約、偉い人、例えば新社長さんは新しいビジネスやりたいと思うんだけど会長さんに反対されてしまう、すぐ下の専務も副社長も反対だ、しょうがないな役員連中がみんな反対じゃ、こういうのが多分政治的制約と言われるものではないでしょうか。それから変化への帝王って、まあ抵抗となってますけど、歴史的な一貫性のある会社の場合、伝統を守ろうという会社の場合には、今度は組織全体でこれを反対するという場合も考えられますよね。こういったものが全部挙げられているということです。2番目の組織慣性のこの外的な制約というところなんですけど、スモール A、 法制面、財務面での制約、これはイメージしやすいと思いますよ。ある領域の中で今までビジネスをしてきたんだけど、壁を登って隣の病も実際にビジネスの方に入っていこうと、こう考えたとしましょうか。ところが壁を乗り越えようと思うと案外その壁が高かったっていう場合です。そのビジネスを新しく始めるにはこんなに金がかかるんですか、いやそれちょっと難しいな、そのビジネスを始めようと思うとそんなに法律的ながんじがらめの縛りがあるんですか、これじゃあちょっとやっていないな、じゃあ壁を降りて元のビジネスの中でやりましょうってなってしまう。変われない会社の典型ということで、お金とルールの問題と考えていただければ分かりやすいと思います。最後のスモール B、 外部環境からの正当性の要求っていうのはちょっと難しいんですけど、イメージとしては、ね、こういうことです。例えば社長が株主総会で、うちは10年後20年後のことを考えて新しいビジネスにチャレンジしたいと思いますっていうふうに言った時に、株主さんが賛成してくれればいいんですが、その会社が実はですね、今の現在のビジネスで非常にうまく潤っていて毎年しっかりとした配当金が出ているとすれば、株主さんは、ね、短期的にそれで満足しちゃう方が多いわけですよ。リスクのある新規事業についてやるんだなんて社長が言い出しますと、いやそれは賛成できないなということで株主たちが反対反対となってしまう場合もある。こういうまあ株主からこういう反対を受けるなんていう場合も組織が変わりにくい要因にはなるということでしょうね。というわけで、さほど難しいことを言ってるわけではないので、さらっと流していただいて、この後4番の方に入っていきたいと思います。
さあ、それでは大きな4番、インセンティブとプリンシパルエージェントのところに入っていきたいと思います。プリンシパルエージェント理論というのは、例えば政治学の世界でも、あるいは経済学の世界でも使われる言葉ですよね。で、今回は経学の中でこれが出てきているわけなんですが、プリンシパルとエージェントの意味合いはテキストで確認をしてみてください。プリンシパルというのは賃金を支払って従業員に実際に仕事をさせている方ですから、これは本人、経営者に当たるわけですね。一方で賃金を受け取って委託されたお仕事を遂行するのは、これがエージェント、代理人の意味合いですけども、今回ではこれが従業員ということになるわけです。で、実際にこのインセンティブ強化原理では、というそこから先ちょっと見ていただきますとね、従業員エージェントが自由裁量が認められている場合や、あるいは階層の上位で利益責任を負う管理職であり、インセンティブへの対応が十分に可能な場合、だからイメージとしては、事業部長さんとか執行役員さんなんかをイメージしていただくといいと思うんですよ。自由裁量権があって、組織の中で上位にいる人の場合には、インセンティブ、先ほどやったこれ誘因ですね、誘因を最大に与えるべきであろうと、そういう自由裁量権のある人間には誘因を増やした方がいいですよ。だから要するに、そうじゃない人間の場合には誘因は減らした方がいいですよということです。で、実際の本試験で出たものが今回は具体例として出ているんですけども、 P イコール X、 A プラス BX というこういう式がありますよね。で、この P、 賃金を出すためには、固定給と歩合の比率に成果を掛け算したもので賃金を計算してください。こういうふうな賃金の計算になっている会社あると思います。業績インセンティブ制度と言われているものですね。で、これはお分かりだと思うんですけども、もし歩合の比率が非常に小さかったとすると、極端な場合ゼロだと考えますと、どんなに成果を出しても固定給だけという形になってしまいますよね。で、実際に今度は逆に固定給をぐーっと小さくしていくと、もう歩合がある程度の高さな、実際に数字であれば、成果を上げればそれだけ賃金がもらえるって形になるので、上位の役職者、そして実際に自由裁量権の多い場合には、ここは減らした方がいいんじゃないですかってことになります。逆に言うと、ロアな組織の中でロアなメンバーの場合には、まずは固定給をしっかり確保してあげた方がいいんじゃないのっていうふうに見ることができるわけですね。ちなみに歩合がゼロの場合はどうなるのかって言いますと、これどんなに成果を上げても固定給のままですから、賃金は変わらない、誰も努力をしなくなってしまいますよ、共産主義的な考え方になってしまうということになりますね。さあ、それではですね、実際に今度は括弧2番のところの最適なインセンティブの強度というところで、4つの要因に依存するというふうになっていますから、これをちょっと確認していきましょう。まず1番、追加的な努力がもたらす売上や生産量などの増加分となっているんですけど、 A と B ですね、これとこれが固定だったらばどうなるだろうかというと、従業員の方はこれ P を出すためには X を頑張ればいいわけですよ。で、これをどん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 頑張れば賃金も増えるんですけども、その分ヘトヘトになるまで頑張らなきゃいけないんですよ。だからめちゃめちゃ頑張って成果を出した時には、確かにお金ももらえるけど、これだけ疲れた、今回楽をした、賃金も少なくなった、これ言ってみればですね、一種の比例の関係に近いわけですから、ここがあるから完全な比例ではないですけれども、そうするとこれはあまり実は動機づけが弱くなってしまう。 たくさんもらえる時というのは、それなりに頑張った時だけですよねって形になっちゃうと、比例の関係だとするとあまりうまみがないなって思われてしまう可能性がある。これがまず1番の意味合いだったわけです。2番は何か、期待されている行動に対する評価の正確さとなってますが、従業員の職務の成果が測定が難しい場合、つまりここの成果がブレブレな場合、私としてはかなりやったつもりなんだけど会社の評価がめちゃめちゃ低かったってなりますとね、たとえここが高かったとしても、ここがブレブレだとすると賃金が増えない可能性があるわけですよ。従業員としては不確実性が高くなっちゃうんで、そうすると動機づけが弱くなってしまう可能性がある。つまりここの成果の評価というのが、この制度では非常に重要になってくるということですよね。だからこの辺が講談にあります人的資源管理の実際にどういうふうに人を評価していくのかというところと絡んでくるということになるわけです。3番目、今度は従業員エージェントのリスクの許容度となってますけど、リスク回避的な従業員、リスクを避けたい従業員、つまり売上が上がるかな上がらないかな、怖い、もしかしたら今月売上が上がらないかも、こういうような人の場合にはやっぱりこの固定の部分を上げておかなきゃいけないだろう、インセンティブを
弱めておく必要があるというふうになっています。これはですね、私前職で実際にこういうセールスマンがたくさんいらっしゃる会社にいたんですけれども、初めてそのビジネスを始める、つまり新人のセールスマンの場合にはやっぱり固定給をきちんと出してあげないと、ね、リスクの大きいこちらであなたのお給料決まりますよって言ったら誰もその会社に入ってこないってことになります。だから新人の間は固定給がウェイトが高くて、徐々にこちらにシフトしていくというふうにしてなってましたね、会社の仕組みが。さあ、じゃあ4番目見てみましょうか。従業員エージェントのインセンティブに対する反応の強度。工場内で一定のスピードで働く生産ラインの従業員は業績インセンティブ制度に反応して生産量を増やすことができない。そうなんですよ。この仕組み、業績インセンティブ制度っていうのは個人の努力がそのまま賃金に比例するっていう場合の方が適用しやすいです。例えば工場のラインの中で働いている人が一人だけ頑張ってやったとしても、流れてくるものはね、もう決まってますから、一人だけしゃかり気になっても変わらないわけで、そういう場合にはこの仕組みというのは機能しにくいということですね。また再び出題がされた時にはこれを思い浮かべながら答えていただければ多分正解できると思います。では板書の写しがまだ終わっていない方はこの時点で写しておいてください。さあ、それでは最後のところを見ておきましょう。組織の有効性のところです。ここもさほど、出てないところなので、とりあえず読んどいておいていただければいいかなと思います。出どころは基本的には桑田先生の本、先ほどの組織論に出てくるんですけど、研究者はクイーンとローボーの1983年の研究なんですね。で、クイーンの名前の方は組織論読んでると結構出てくるので、ダフトと同じぐらい、有名な先生だなぐらい覚えておいていただければいいと思います。で、組織のモデルをですね、4つに分けるときに、縦軸と横軸、まずは縦軸です。ストラクチャーの問題、その組織が非常に柔軟なものなのか、それとも固定的なものなのか、あとは組織の価値がどっちを向いているかということで、外向けの企業なのか内向けの企業なのかということで、どっちに向かっているベクトルが、どっちに向かっている会社かなというところで4つに分けているわけですね。じゃあこちらから見てみましょうか。有効性指標の焦点、つまり組織が外向きの会社でいろんな外の情報を見るのが好きだっていう会社の場合で、かつ組織構造が柔軟に変わっていく会社の場合っていうのは、これオープンシステムモデルになりますよ。ということはいろんな他の組織からの資源を入れることに対しては非常にやぶさかではない会社ですから、さっきやったようなコンソーシアムなんかに興味のある会社じゃないですか。で、採用だけ取ると、例えば言ってみれば中途採用者がすごく多くて、一回辞めた人間がまた戻ってきたりなんてことについても、人的な圧力がほとんどできない、出ない、そういう会社だと思います。好きなのはそういう成長とか大好きでしょうし、それから貪欲に資源獲得、他の会社の資源をうちでも使わせてもらおう、今日は大学、明日は民間の研究所と組もう、こんなようなイメージの会社ですよね。で、今度はですね、やっぱり同じく外部志向なんだけど、組織構造自体は安定している、一度事業部ができると10年その事業部はずっと存続する、こんなような業界にある会社を考えていただければいいと思います。外向きなのでね、合理的な目標を設定するのが好きだと、だから自分たちで計画で決めた売上高、利益目標、こういったものはしっかりとこなしていく、生産性が上がると会社全体で大喜びとか、決められたことをしっかりとやっていくっていうイメージなので、ここに比べるとやや硬い感じなんですけども、ぐいぐいと目標達成していくのが好きな会社というイメージです。今度は会社の内側に目が向いている会社で、かつ組織構造は柔軟に変わる。だから会社の中をみんな見てるんだけれども、会社の中の組織は結構変わっていると、そんな会社です。こういう会社っていうのは、例えば人づくり、人間づくりが大好きだと。言ってみれば、その人的資源の開発が非常に好きな方々なんですよね。ということはどういうことかっていうと、教育訓練、こういったことについても一生懸命やっていくという会社、こんなイメージですね。で、誰かが落ち込んだりいたりすると、そういう方に対してはマネージャーの方が声をかけたりという形で、まさに人間関係を中心としたモデルだと考えていただければと思います。さあ、有効性指標の焦点は内部向きであって組織構造が安定している、これがいわゆる官僚型の組織に近いものではないかと思います。非常に硬直したイメージがありますけど、安定的であって均衡を大切にするという長所もあると思うんですよね。こういう会社ではおそらく手続きなんかを文書化する、そういうプロセスが非常に重視されるのではないかと思います。というわけで4つのモデルがありますよということだけ理解しておいていただければと。試験対策上は
この4つに該当するものっていうのはどこに入るのかっていうことが頭の中に入っていれば、選択肢から選ぶことはできると思います。出題確率は低いところなので、話はここまでにいたしましょう。ではまだ板書写し終わってない方はここで写しておいてください。さあ、それでは6番の組織のコミュニケーションについて見ていきましょう。ここは最近出題されたところなので、ちょっと要注意だと思います。で、最初にですね、このコミュニケーションの機能、組織におけるコミュニケーションの機能について見ていきたいと思うんですけど、これはね、比較的当たり前のことが出ていますよ。私たちが会社で誰かとコミュニケーションを取るっていうときは、まあ、組織内のコミュニケーション、同僚とのコミュニケーションとか、上司とのコミュニケーションと、もう一つは顧客とか、組織外のですね、取引先とかとのコミュニケーションになると思います。この2つに分けて頭の中で整理していただいて、組織内で同僚とコミュニケーションを取る時のまず一番の理由っていうのは内部統合です。つまりこれはこれテキストのところにも出てると思いますけども、情報を共有化して言ってみれば共同をしやすくするというところです。で、その結果として生まれてくるのがおそらくこの価値の共有ですよね。長くコミュニケーションを取っているとやがてですね、お互いに共通の価値観というのが生まれてくるであろうと、この2つに分けていると。で、外の方はっていうと、外とコミュニケーションすることによって私たちはちょっと大げさですけどね、環境適応していると、値引きしていただけませんかって交渉していいですよってなったりとか、お金を貸していただけませんかって言ったらば銀行からお金を貸していただけるとか、まあ、この要するに今駆け引きをしているということで考えれば、駆け引きという言葉は難しい言葉で言えば環境適応しているんだって捉えていただければ、この3つは頭の中に入るのではないでしょうか。もう一つがメディアリッチネスという考え方、昔からある考え方なんですけども、ようやくね、診断士の教科書の中にも登場するようになりました。で、このリッチネスという言葉はもともと、まあ言ってみればコミュニケーションの言ってみればその濃さですね、密度のようなものと考えていただければ、質とかあるいは、密度のようなものだと考えていただければいいと思います。私たちがさまざまな媒体を使ってコミュニケーションを取りますけど、その質や密度というのは違うと。やっぱり一番密度が高いのは1対1でフェイス2フェイスで話すという場合だと思いますし、なんとなくテレビをつけている情報というのは、まあ、質が低い、密度が低いと考えられるかもしれませんね。で、まあ、この場合にですね、このリッチネス、メディアリッチネスでは多義性と不確実性という2つの言葉で物事を考えていきます。で、多義性っていうのはテキストの方に見ていただければ分かるんですけど、その会社の中で、組織の中で課題を解釈するという段階ではどんな、まあメディアが使われるべきなのかということです。で、会社の課題についてちょっと議論してくださいって、皆さんも議論したことがあると思うんですけど、人によって捉え方違いますし、2時間3時間なかなか会議やっても結論が出ないと。でもしばらくするとだんだんうちの会社ってこういう課題があるよねとかっていうふうに、いい意味で煮詰まっていくっていう経験はあるんじゃないかと思います。そうなんですよ、この課題の解釈っていうのはものすごく人によってやっぱりこれは捉え方が違います。暗黙知の塊みたいなものなので、フェイス2フェイスのコミュニケーションのような高いメディアリッチネス、リッチネスの高いそういうメディアを使うことによって課題の解釈というのはみんなで共有化することができるわけですね。一方でじゃあそれを解決する場合はっていうと、不確実性っていう言葉が使われるんですけど、解決策をどうやったらば発見できるかってなると、これはさまざまな情報が集まってきた資料をご覧くださいとか書類をご覧くださいだとか、そこにはたくさんの情報が出ていると。それを見ながら、あ、こういう方法もあるよねとか、他の会社ではこうにやったらしいよとかっていうのを私たちは見つけることができると。で、こちらの方は、まあ、密度自体は低いというふうに考えましてね、普通の書類なんかがこの中に入るわけです。テキストの方は、実際に4段階に分かれてますよね。一つが A となってますけども、フェイス2フェイスのコミュニケーション。2番目が電話によるコミュニケーション。で、手紙など、そして最終的に一般の書類というふうになってますけど、こんなふうにあのコミュニケーションメディアというのは、そのリッチネス、密度が違うということも覚えておいていただければと思います。密度の高いものは課題の解釈に役に立ち、いろいろなこう解決策を発見したいときには、リッチネスの低いものでもいいから、それをたくさん集めてくることが重要であると、こんなふうに理解していただければ、次に出題されたときにも問題ないと思いますね。さあ、それではここで説が終わりになりますが、まだ板書写してない方はここで写しておいてください。
さて、それではこちら第7章についての過去問題の研究をしてみたいと思います。今回選びましたのはね、平成24年の第14問なので、実際にこれ問題編の方に入っています。過去問題の問題解いていただいて、解き終わって回答解説を元にしながら今回はビデオを見ていただければと思います。じゃあ一旦止めてやってみてくださいね。さあ、よろしいでしょうか。ではですね、実際にちょっと解説させていただきたいと思いますが、まず問題見てみましょう。組織が成立存続していくためには、その共同体系が有効かつ能率的に機能する条件がある。この条件を明らかにした組織均衡の考え方には5つの中心的項順がある。ところが私たちはこの5つの中心的項順というのを知らないわけですよ。でも教科書に出ていたこちら、誘因効用と貢献効用のこの公式がありましたよね。こちらを理解しておいていただければ、まず組織均衡論の問題というのは大体これで解くことができると思います。特にここのイコールがつくというところは重要だというお話をしたのを思い出しておいていただきたいと思います。覚えてます？これ従業員が、まあ、の場合ですけど、賃金と労働ですよね。賃金と労働を比較した場合に、賃金の方が多いなと感じてくれればその会社に勤める、イコールでもギリギリ勤めるという考え方でした。では選択肢を見ていきたいと思いますが、まずアがですね、貢献が十分にあってその貢献を引き出すのに足りるほどの量の誘因を提供している限りにおいてのみ組織は支払い能力がある、すなわち存続するということは、この2つを比較した場合にこちらの方がギリギリ多い、もしくは同じでもいいわけですよね。支払うことができるわけですから、それでは OK だということは、アはこれは少なくとも不適切とは言えないと思いますね。そこで残します。はい、イについてはどうか。参加者それぞれ及び参加者の集団それぞれは組織からの誘引を受け、その見返りとして組織に対する貢献を行う。これは誘引と貢献がゴーンと方向、そしてこれが言ってみればギブアンドテイクの関係になっているわけですから、イはこれは全く不適切とは言えないと思います。あとイが消えましたね。じゃあウはどうでしょうか。参加者のさまざまな集団によって提供される貢献が組織が参加者に提供される誘引を作り出す源泉である。この賃金という誘因はどこから出てくるのかというと、まあ、いろんな人が働くことによって会社にたくさんお金が入って、その一部が賃金として支払われるわけですから、このウについても正しいということになりますよね。じゃあエについてはどうですか。組織は組織の参加者と呼ばれる多くの人々の相互に関連した社会的行動の体系である。これはわからない。なんとなく言ってることは正しい気がしますけれども、最も不適切とまでは言えないでしょうけれど、ちょっと分かんないですね。そこで最後の O を見てみます。それぞれの参加者は提供される誘因と要求されている貢献の差し引き超過分が正の数の場合の時にだけ組織への参加を続けると。じゃあ昔懐かしい算数の話ですけど、これとこれですけど、こちらの貢献効用をこちらに移行しますとどうなりますか。誘因効用マイナス貢献効用が0以上となりますよね。はい、ここでイコールがついてます。0以上ということは正だけじゃなくて0の場合も入るんですよ。ですからこの式が私とても重要だと申し上げた。土台すべての理論を全部記憶しておくということできないじゃないですか。だから重要なことはしっかりと覚えておいていただいて、その場その場で判断していくとこうやって問題を解くことができるということですね。現場ではぜひこういうテクニックも使いながら解いていていただきたいなというふうに思いました。さあ、組織均衡論についての良い復習になったと思いますので、よかったら他の過去問についても皆さんチャレンジをしてみていただきたいと思います。それじゃあですね、板書まだ写してない方は写しておいてください。さあ、それではですね、第7章終わりましたので必須テーマ丸バツチェックの方に移っていきたいと思います。ここについてはまたいつものように問1から問6までご自分でやってみていただいてから、こちらの動画を再開してみていただきたいと思います。さあ、よろしいでしょうかね。はい、今回は問1から問5までも良い問題揃っているんですけど、やっぱり最新の問6が気になりますよね。そうなんですよ。これは先ほどやりましたメディアリッチネスについての基礎知識があれば解けた問題ということになります。で、問題文中の中に組織部門間での多義性の除去って書いてありますよね。で、この多義性の除去をするときにはリッチなメディアの方がいいか、それともリッチじゃないメディアの方がいいかって言ったら、リッチなメディアの方がいいって先ほど言いました。多義性というのはその課題
LINE の解釈について人によってみんな感じ方が違う、こういうのはもう実際にあってその溝を埋めるしかないということでしたね。ではリッチなメディアって言ったら代表例は何でしたっけ。はい、フェイストゥフェイスのコミュニケーションが一番リッチですよっていうふうにすでにお話をしていますよね。ですのでこの問い6はもう丸というふうにつけていただければよかったわけですけれども、いかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、ではそれ以外の問題についてはテキストの参照ページを残してありますので、こちらの方でご確認いただければと思います。